化け物語ポータブル。羽川翼、クラスの委員長である。規律正しく、折り目正しく、恐ろしく真面目で教師受けもいいという、今や漫画やアニメにおいてさえ絶滅危惧種に指定されそうな存在なのである。つまるところ、委員長の中の委員長である。あれよあれよと僕はクラスの副委員長に任命され、そして現在5月8日の放課後、6月半ばに行われる予定の文化祭の計画を教室に残って羽川と二人練っているというわけだった。私が言ったこと、オッケー、何でもは知らないわよ。知ってることだね。お前は何でも知ってるな。次の説明に進むわね。いい？オッケー。次の説明に進むわね。私が言ったこと、ちゃんと理解できた？うん。まあ、珍しいね。他人に興味を持つなんて。悪い。次の説明に進むわね。私が言ったこと、うん。まあ。よく知ってるんじゃないのかな？次の説明に進むわね。私が言ったこと、ちゃんと理解できた？うん。まあ。よく知ってるんじゃないのかな。次の説明に進むわね。私が、うん。まあ。よく知ってるんじゃないのかな。次の説明に進むわね。いい？うん。まあ。よく知ってるんじゃないのかな。お前は、僕をそんなレベルのマニアックな変態だと思ってたのか？いくらなんでも失礼すぎるだろうが。いや、違う。自分のマニア度を不当に低く評価されていることに対して怒ったわけじゃない。
次の説明に進むわね。私が言ったこと、オッケー。わかんないし。その手の期待はするだけ無駄だぞ。次の説明に進むわね。いい？オッケー。次の説明に進むわね。いい？うん。まあ、わかる。次の説明に進むわね。いい？わかった？オッケー。知ってる。次の説明に進むわね。私が言ったことちゃんと理解できた？オッケー。知ってることだけ。かわいいな、かわいいな。わる。次の説明に進むわね。いい？オッケー。次の説明に進むわね。いい？うん。まあ、わかった。友達はいらない。友達を作ると人間強度が下がるから。